皆さんこんにちは。今回はですね、ブリスクのマルチスパークプラグを取り付けして走ってきました。今、10分ぐらい走ってきたんですけど、感覚としてはですね、感じることは細かい振動が、エンジンの振動が減ってますね。これはLGS タイプよりですね、減ってる感じがします。モンキーの方もですね、 LGS つけて振動減ってる感じはしたんですけど、さらにこれがマルチスパークですね、こっちの方が減ってる感じがしますね。若干はエンジンの振動残ってるんですけど、気にして握らないと、ステアリングを気にして握らない限りですね、分かりにくくなってます。これはいい普通にいいですね。これで、モンキーの場合はですね、もう高回転狙いでハイカムも入れてますので、ハイカムももともと N15 っていうハイカムつけてたんですけども、それを N20 っていうハイカムにしてます。で、高回転向け、だいたい1000回転ぐらいトルクのピークが上に上がってるはずです。なので N20 つけたことによって余った N15 ハイカムがハンターカブについてるんですが、こちらは中回転型に近い感じですね。乗ってみた感じで、ちょうどですね、純正の給排気のシステムに合うぐらいのですね、ハイカムですね、こちらは。で、前回ですね、ハンターカブ、エアクリーナーを竹川のパワーフィルターかなに変えてましたので、それでも良くなってるんで、だいぶ走りやすいですね。パワーバンドも伸びるようになりました。で、純正程度のですね、給排気ですね、このぐらいだったら全然マルチスパークでも問題ないですね。高回転、実質は中回転ぐらいになるのかな。しっかり伸びます。マルチスパークいいですね。で、ノギスでプラグギャップ測ってみたんですけども、プラグギャップって言っていいのかどうなのかあれですけど、電極の間隔ですね、測ってみたらだいたい 0.78 ぐらいなんですよ、マルチスパークの方ですね、1箇所ずつなので、間隔が狭いんですね。トータルで見れば結構間隔はあるんですけど、1箇所ずつ見たら間隔は狭めてあるので、 LGS より半分ぐらいの間隔なので、おそらく純正状態のスパーク状態なんですけど、今イグニションコイルもですね、アンプもついてない状態ですね。で、バッテリーも買った当初のままなので、まだ買って4月の納車になったばっかりなので、元気でいいなバッテリーですね。で、この状態ではですね、今のところ一発始動、セルも一発始動で、低温時に今度どうなるかですよね。もし0度付近とかで一発始動しないようだったら、冬場はですね、プラグを純正に戻そうかなと思ってます。で、ハンターカブの場合パーツボックスついてるので、そこにプラグ入れたんですけど、開けてみたらプラグの工具ってないんですね。外す車載工具、あ、どこについてんだろう、これないのかな。ないんだったら後で買っとかなきゃまずいな。で、回転の上昇なんですけども、これは滑らかですね、非常に滑らかです。
多分普通のプラグからこっちにした方が乗った感じいいっていう人多いんじゃないかな。あのスパークの動画ご覧になってる方いらっしゃいますかね。あの1回のスパークで3箇所スパークする、あれちょっとすごいですよね。あの気になってるのが VAP16 とかですね、あと MSA って言ったかなっていうマルチスパークアンプっていうのを作ってるメーカーがあるんですけど、そこのですね製品ちょっと気になってます。でそこのマルチスパークアンプっていうのだとつけるとイグニションコイルとイグナイターの間、まあ、ハンター株とかモンキーだと ECU にイグナイター入ってますのでそこの間につけるんですけど、イグナイターから信号を受けてマルチスパークアンプに入ると3回とか2回とかっていうスパークになってですね、イグニションコイルの方に信号を送るそうなんです。ですね、そうすると3回とか2回のスパークになるそうなんですよ。そういった感じがですねこのプラグでも再現されてるみたいですね。ちょっと面白いですね。でそういうシステムをつけなくてもこのプラグだと3回スパークになっちゃうんですね。なかなかよく考えて作ったシステムだなと思いますね。LGS でそのマルチスパークアンプつければどうなるのかなってちょっと思いますね。あとですね、このハンター株にもAS オタニ SP2 はそのうちつけたいですね。点火系をですねカスタムすると燃費も若干上がることがあるんですよ。なのでそれも期待したいですね。航続距離が伸びるとタンクが 5.3 リッターかな、なのでこれで進める距離が増えるっていうことなんですよね。それだけでもやっぱり長距離かけるときは安心の単位になりますね。あとですね耐久性に関してもこれも耐久性というか交換頻度は3000から5000キロということになってます。で点火系まだ強化してないので一応5000キロはいけるんじゃないかなと思ってますね。多分もうちょっといけるんじゃないかな、もし下手すると。一応ですねこのプラグつける前に1回純正の電装プラグと寸法をちょっと見ながらですねつけたんですけど、帰ったら1回外してですね確認したいと思います。またなんか人によってはですねピストンと接触するケースがあるようなので、それがないかしっかり帰ってから確認します。モンキーの方はですね何の問題もなくブリスクプラグ LGS ですね、あれは大丈夫でした。外してですね1回確認してしましたので、で焼け具合もですね結構いいんじゃないかと思います。あの動画でもお見せしたんですけど、だいたいあれで100キロ走ってるんですけど、陶器の部分スパークする部分は白いままで、スパークする部分に近いところかで内側の方がちょっと茶色くなってましたね。空燃費はですねモンキーの場合はだいたい合わせ込んであるので、それほどカーボンも出ないはずだと思います。ただ濃いとこもですねちょいちょいあるんで、その辺はそのうち調整したいですね。で電極の他の人の動画を見ると、電極アース側の電極の裏側に結構カーボン溜まってるのがあったんですけど、
自分のはまだそこまでなってなかったですね。あと1000キロとか走ればどうなのかな。もしかすると SP2 の効果でってそういったのも焼き切ってるのかもしれない。あとプラグが劣化してくるとですね、アイドリングというか手動性とか悪くなるみたいですね、アイドリング領域で。なのでそれも交換目安にした方がいいかもしれないですね。なんかブドウシーズンになってきましたね。モンキーでですね、 LGS プラグに変えて一応空燃費確認しながら走ったんですけど、ほぼほぼズレはないですね。なので意外とプラグでは空燃費変わらないのかもしれない。やっぱり SP2 つけた時の火力というか火種の強さですよね。あれがあとはしっかりとしたプラグギャップ、調整したプラグギャップ、一応ですね純正じゃないや、エース大谷の取説には 1.1 から 1.3 ミリにしてくれということで書いてますんで、ギリギリまで広げましたね自分は。それでテストした感じでは空燃費が変わりました。結構変わったところでは1ぐらいずれてましたね。で高回転の方はですね 0.5 ぐらい高くなってましたね。高くなるということは薄くなるということなんです。年長的には薄くなるということなんですよ。ハンターカブのですねカスタムの方向性なんですけども、こちらは純正マフラーと純正吸気ボックス、あとシュノーケルですね、これはフルに使った状態でフォーアップを目指してます。というのもですね、やっぱり街中市街地ですね、走る際にはやっぱりモンキーのようなちょっとマフラー変えたバイクでですね走りたくないので、そういう場合はですねハンターカブ使っていけるようにしたいなと思ってます。そして今走ってるようなこういう道ですね、長距離、あと長距離のツーリングしたいっていう時はモンキー主に使う感じかな。信号少ないところですね、そういう使い分けでいこうかなと思ってます。とはいえですね、ハンターカブも長距離走れないわけじゃないので、ハンターカブは万能選手ですね、どっちもいける。モンキーはどっちかというとツーリング向けの感じで使おうかと思ってます。まあ気分でそこもあれですけどね。坂道が近づいてきました。
ギリギリの上の方まで行くと振動が出やすいですね。ちなみにですね、途半車線3速全開で出る速度と3速全開で出る速度、モンキーの 2速でですね、出ちゃいます。出ちゃうっていうか、追い越せるっていうか。おー、登る。やっぱエアクリの効果すごいな。おい、4音も一気に上がったな、92度。一気でもないか。やっぱプラグとエアクリの効果すごいですね。前こんなぐんぐん登れなかったんだよな。馬、あ、馬いた。久しぶりに子馬だ。このキャンピングカー前もいたな。住んでんじゃないここに。ああ、そうだ、 JB02 のモンキーでですね、標高設定っていうのがあるんですよ。確かサービスマニュアルに書いてるんですけど、あれでうまく燃焼合わせることできないのかな。給排気変えて、あ、ダメか、標高設定ってあれだもんな、標高高くなると燃焼薄くする方にしないとダメなんだ。風燃費がですね、 1000m 上がるとだいたい1から2上がるんですよね。ワイドバンド系つけてるとよくわかるんですけど、結構燃焼っぽくなります。上がるんじゃない、下がるんだ。ああいう軽距離つけてですね、モニターすると結構面白いですね。純正 ECU だったら一応合わせ込むような機能があるそうなので、それもどんだけ精度のものなのかも確認してみたいですよね。なんか純正のって信用できないというか、ナローバンド系だから、ナローバンドセンサーだからだろうから、あまり信頼感はないですけど。そういえば竹馬のパワーフィルターのレビュー出してる方で、2速で比較とか3速で比較とかっていうのやってたんですけど、あれ ECU の学習終わってからやってたのかな。なんか竹川より純正の方良かったって書いてましたね。しっかりトルク乗るとこで見ないとわからないですよね。 ECU の学習も終わってないと竹川の設定に不利な状態で測定してる可能性がありますね。そうだ、あとマルチスパークの動画検索してみるとですね、結構汚れてるんですよね。なんというか、あの汚れ具合が嫌だなと思ってて、もうちょっと綺麗にプラグのならないのかなと思うんですけど、
やっぱ SP2 とかスパック強くしてあげないとダメなのかな、いいのつけて。そうするとプラグの浄化効果も上がるのかな。リミッター付近で振動出てるだけじゃないか、これ。なんか吹き切る近くで振動出てますね。ということはこの振動ってもしかするとただのリミッターのピンかもしれない。さっき3速全開で伸びなくなるんですよ。いい感じでそこまでじわじわ伸びてたのに、単なるリミッター付近での振動かもしれませんね。高回転で振動出るって自分言ってましたけど。あ、そうだ、新型ハンター株がなんかそろそろヤングマシンに出てましたね、出るっていう感じで。あ、違う、タイで最初に出るとか、違う、タイで出るっつったかな。で、形状がですね、エンジンガードがちょっと違うのと、エンジンのカムカバーかな、横のサイドカバーあるんですけど、そこがちょっと変わってましたね。あとどこだったな、あ、マフラーカバーのあたりも変わってたかな。まあ、ほぼ知らない人が見たら全然違いわかんないぐらいの感じでしたね。で、排ガス基準が新基準になるんで、それに合わせた仕様になるそうです。大体はエンジンがロングストロークにさらになって、低速向きにして高回転伸びなくしてるっていうパターンがほとんどじゃないかな。モンキーもロングストロークになりましたよね、 JB02 から。ってことはですよ、ちょっといじってですね、速くしたいっていう場合はどっちかというとトルク型の感じでいじるしかなくなってくるのかな、 JB03、 03は。高回転で稼ぐよりも低回転で稼ぐ、トルクで稼ぐっていう方がいいのかもしれないですね。JB02 乗ってる自分もですね、まあ、高回転というよりはどっちかというと中回転型という感じでしか使ってませんしね。リミッター1500で入ってるんで、結局リミッター以上回してないですからね。なんだかんだ JB03 も1500ぐらいにリミッター設定されるんでしょうね、あの FI コンつけても。まあ、解除して調整するっていうのもあるんですけど、そんな寿命を縮めたくもないなっていう。まあ、回転乗ってですね、2速3速だと結構引っ張れるのかなっていう気はしますけど、ただ現状でもですね、相当引っ張れるんですよ、エンジン回転。2速でもですね、ハンター株の多分3速ぐらいのスピード出ちゃうんですよね。3
3速全開の純正状態のですね、さっき坂道とかでも全開で走ってましたけど、それよりもですね、モンキーの2速全開やった方が出るんで、やっぱりあれだけいじってるっていうのはやっぱ違うんですね。で、高回転でですね、振動出るっていう話したと思うんですけど、どうもですね、回転の上限ぐらいまで上がってるとリミッターかかる近辺かな、その辺で振動出てるんじゃないかなという感じですね。なのでこれ逆にリミッターカットして試してみたいところですよね。あとはですね、モンキーにつけて試すっていう手もありますね。ですね、第一印象は滑らか、回転の上昇が本当に滑らかです。2気筒っていうのは言い過ぎですけど、単気筒独有の独特の感じが少なくなりますね。滑らかになります。鼓動感は少ない。で、ちなみにですね、モンキーにつけた LGS でもそういう傾向はちょっとありますね。ただその日ではないぐらい滑らかな感じします。だから鼓動感減って嫌だっていう人ももしかするといるかもしれませんね。マフラー自分なんか変えてないんで、そんな音自体は変化ない、あんまり変化ないので、若干ブルブルしなくなってる感じはしますけど、音の感じが。もしかするとマフラー変えてると顕著に変わるかもしれない。あとは別な効果として燃費が上がってくれるといいなと思ってますね。あと帰ったらちょっとプラグ外してみます。ピストンと接触してるとセンターのやつもへこんだりするらしいんで、どうなってるかな。はい、今帰ってきてですね、プラグ外してみました。ちょっと焼け具合見てみましょうか。どの辺までピンといけるかな。こんな感じですね。白い部分は白い部分で残っているところと、回してみるとですね、ちょっと茶色い感じになってるところもあったりしてですね、焼けていくと多分茶色くな、陶器が茶色くなってると多分いい焼き具合なんじゃないかなと思いますね。多分今一番スパークしてるあたりなんじゃないかな。で、全体的に多分この辺の焼け方が整ってくると多分全体的にこういう茶色になってくるのかな、陶器部分が。多分いい状態だと思います。全然よく見えないカメラのディスプレイじゃ。こんな感じですね。あと接触もないようで問題なさそうですね。一応取り付けする前にですね、外形確認してから取り付けしたんで、ノギスでちょっと測ってですね、やって大丈夫そうだったんでつけました。